誠の維新を掲げるのは我々だと、日本を変えるのは我々だと、つまり名前だけ持っていった市側は嘘の維新だということを言いたかったわけです。一緒にやってた立役なんか60万70万あるけれど、そういったところで訴えてもらっても3000人なんですよ。参政党の吉野俊明が当選すれば大阪のカジノ IR は廃止にします。別に小麦を一切食べるとかいませんよ。意識してもらうために極端なこと言ってるわけですよ。今日ここで聞いた話を皆さんの周りの人たちに教えてあげてください。参政党の部屋いきます。私は参政党の事務局長で参議院議員を務めております神谷総平です。お疲れ様。いや大阪に帰ってくるとね、本当にただいまといなくなる。私は18からつい2年ほど前までずっと大阪に住んでおりました。29歳から吹田市で議員をさせていただいて、たくさんの政治のことも教えてもらったし、大阪の皆さんのお世話になりました。今は子供のフリースクールを、子供たちのフリースクールを経営するために、自分の生まれ育った北陸の石川県に今移住しておりますが、でも事務所や会社は全て大阪に残していくと、そういう人間ですね。さっきも記者の方に聞かれました。なんで全国知事選挙たくさんあるのに大阪府知事選挙選んだんですか。いろんな理由があります。でも僕の本音は大阪に恩があるからです。大阪が好きだからです。たくさんあったんですよ。愛知県でも出してほしい、あと最近は北海道でも誰か出てほしいという声が党員からたくさんあります。しかしあえて今回は大阪に絞って参政党の戦力を関西で統括して、みんなでこの知事選挙を戦っていきたいと思います。それにも大阪は維新の会が強いですね。自民党も勝てないぐらい強い。そして多くの人たちがもう諦めてしまっていて、知事選挙なんか自民党の単独の方が出せなかったというぐらいの状況です。だからみんな諦めちゃってるんですね。やっても勝てない、そういうところだからこそ、私たちがさっき吉野さんが言ったみたいに向かっていく必要があるんですよ。日本を取り戻す、今回ね、大阪から日本を取り戻すっていうのが我々のキャッチコピーです。ということは、中国だけじゃなくて、ロシアともアメリカともイギリスともフランスとも全ての国と対峙していかないといけないわけですよ。中国が落ちている日本でね、そういう国と対等以上に渡り合っていかないといけない、そこまで力を残していけないいかないといけないのに、維新の会ごときにビビってちゃダメでしょ。前も同じ場所ここで言いました。2009年維新の会名前を付けたのは私神谷総平です。よく嘘だという人がいます、たまに否定する人がいますが、2009年の新聞とか見てください。大阪教育維新の会、これは略称ですね。大阪の教育維新を市町村から始める会で、会長は当時の府知事の橋本徹さん、そして当時の副長は私神谷総平です。だって大阪の教育本当に当時はひどかった、今もいっぱい問題あるけどひどかったんです。日の丸も君が代もあげないし、子供たちがね本当にうつむいてた。で、日教祖がもっと強かった今よりも。大阪を自分たちが良くしていきたい、ね、経済の大阪じゃないですか。経済の大阪を何とかしたいというような、そんな学生いなかったわけですよ。みんな東京に行っちゃったわけですよ。それは教育から問題があるんだって、郷土愛、それからもっと言ったら日本に対する気持ち、親や家族に対する感謝、そういったものを学校でやっていないから、地域に根が生えないんです日本の子供たち。それをしっかりと大阪から改革しましょうという提案で橋本さんに会長になっていただいて作ったのが大阪教育維新の、はい、それを1年ほどやっていたんですけれども、橋本さんの思いがどんどん変わってきた。大阪府の府庁を、建物をね、米屋の方に移設したいんだと。自民党も公明党も反対するから、ね、新しく地域政党を作るんだって話に変わってきたわけですよ。それはね、自民党と公明党が正しいです。だって今大阪のね、府庁、大阪城の前にあるでしょ？あんなも戦国時代からずっと高台でいい場所だったわけですよ。ああいう場所に府庁がないといけないんです。ベイヤーなんか持ってったら津波来たらどうするんですか。地盤沈下したらどうするの。そんなところに防災の拠点作れないでしょ。だから自民党も公明党も反対したんですよ。でもそれをね、大衆の民意を持ってひっくり返したいっていうのが橋本さんのお孫だったわけです。
で、そこにサポートとか松井一郎さんっていう当時の府議会議員出てる。で、このやりたいって言ってくれと言われたんだけれども、僕たちはそんなベイエリアの開発とか興味がないわけですよ。ね、子供の教育をやりたいって。参政党もそうでしょ。一番は教育ですよ。教育で日本人をね、もう一回元気に前向きにすることでしか、この国は変えられないから、別にやってくださいってことをお願いしたんです。やるなとは言わなかった。ね、政治には利権がつきものだから、それでやりたいんだったらどうぞと。ただ教育の会は残してほしいって言ったんですよ。そしたら、松井一郎さんに、お前らは橋本徹の人気を使って選挙に通りたいだけだろうと、いうふうに馬鹿にされたので、違うと。僕たちは本当に教育を変えないと思ってるんですと。いうふうに言ったら、嘘つくなって言われたわけですよ。嘘じゃないと言うけど、わかんないわけです。彼にはそういう発想がないから。で、話が平行線で、僕は言うこと聞かないもんだから、ね、そんなんだったらもう潰すぞって言われてですね。で、僕はもうやれるもんだやってみてくださいよと。いうことを言っちゃったら、潰されたんです。潰されたの名前も維新っていうのはいい名前だから、自分たちが、うわって。ね、で、二度と八本通りに会うなと言われたけれども、それは僕も納得がいかないから、2010年2月18日に、区長に行って、当時同僚だった石川雅さんっていう市議会議員と2人で行って、橋本さんと3人で話しました。私たち1年間一緒にやってきてね。で、もし橋本さんと新しいグループ作るんだったら、そんな小さい大阪のベイエリアの開発とか、府庁の移転とか、そんな小さい論点じゃなくて、日本を変えるような、日本の若者がちゃんと政治に参加できるような、そういう政党を作りましょうと、僕ははっきり言ったんです、彼に。そしたら彼は笑って、知事の僕でもそんなこと考えてないのに、なんで一市議会議員のあんたがそんなこと言うんだと、吹田の市議だったら吹田のことだけやっとけって言われたわけですよ。僕はそれでカチンと来たわけです。違うんですよ。吹田の市議だから吹田のことだけ考えとけって発想が間違ってるんです。いいですか。政治を志した以上、ね、村会議員だろうが町会議員だろうが国会議員だろうが関係なく、みんなで日本のことを考えないといけないんですって。そんなのね、大阪のことだけやって大阪良くならないんですよ。僕は当時から言ってました。大阪の地盤沈下は大阪だけの問題じゃない。大阪の経済がダメになってるのは日本全体の構想の問題なんですよ。それを変えていかないと大阪の財務省はないから、やるんだったら全国規模の運動にして、そして多く新しい若い政治家を入れていって、今の自民党のこの政治、当時だったら民主党ね、民主党や自民党の政治を根本からひっくり返さないといけないというふうに提案したんだけど、私はそんなことは考えてないと、とある国会議員の名前を出して、その人に僕はついていくから、あなたのようなことは考えてないと、はっきり橋本当時知事に言われたので、僕はそこで見切りをつけました。この人にはビジョンがないんだなと。まあ、大阪をどうこうというのはあったのかもしれない。しかし、抜本的に日本を変えようという気持ちがないんだなということがよくわかったんです。その後の僕の行動は、タイの名前取られちゃったから、維新の一番著名人は坂本龍馬だから、坂本龍馬の名前をお借りして、龍馬プロジェクトっていうのを作り、全国回ったわけですよ、一軒一軒。ね。そして、地方議員の皆さんに、みんなの力を合わせて日本を変えようと。このままじゃ日本は、ね、先進国でもなく、経済対立でもなく、アジアの産油国になっちゃうよと。ね、当時から分かってたんで、こんな風になるのは、人口も減るし、農業もダメになるし、若者はどんどん病気になるし、自宅も増えるし、ね、そういったデータ出てたんだから、これを止めなきゃと。ね、地方議員の皆さんと、胸に手当てて考えてください。皆さんは街を良くするって言いましたよね。そうやって選挙に勝ってきたんでしょ。でも、今のままだったら良くならないんですよって。ね。だから、抜本的にやり方を変えないといけない。ね。そして、なんでこんな風に日本が、ね、右肩下がりになってるか、構造的な問題を捉えないといけないのに、それをやってる人がいないからこうなんだ。今のままじゃ絶対良くならないのに、良くならないのに良くしますって選挙に通ったら嘘つきになるでしょって僕は言ったんです。1000人以上の地方議員さんに会いました。大体ね、10人いたら9人は僕のこと怒ります、生意気だっつって。当時僕32ぐらいでしたから、ね、その通りです。でも10人に1人はそうだよなと、
ね、お前確かに生意気だけど、でも確かに若いやつしかそういうこと言えないよな。だからお前は俺より年下だけど、お前のその思いに協力するよと言ってくれた地方議員が100人以上いたんですよ。そしてできたのは龍馬プロジェクト。そして僕はこの龍馬プロジェクトっていうのを基盤にして新しい国政政党を作っておくべきだと思ったわけです。そしてね、当時はまだ僕は完全に橋本さんとは決別をしていなかった、そういうつもりだったから、橋本さんたちが大阪で人勢力作って、ね、まあやっぱり大阪だけじゃダメだったなっていうふうに気づいたら、後から協力することあるかなと思ってたんです。そして、全国にネットワークを先に作っていたにもかかわらず、ね、あれは2011年ですね。まあ、覚えてますよ。今日はね、もう覚えてもまだしますけど、2011年の吹田の市長選挙に発表されたのがあるんですけど、僕や石川議員のことをですね、中市でやんないとダメですよって言ってたわけです。それで僕は、あ、もう一生一緒にやることはないなというふうに決めました。で、違うんです。吹田の市長選挙とか、僕らも候補者出しましたけど、違うんですよ。別に吹田だけ良くならいいとか思ってないんです。日本を良くするために吹田からモデルを作りましょうっていうのが僕らの訴え。ね。それだったら別に維新も、僕らのね、新展開って言ってたけど、新展開も関係なく、協力できることはしたらいいと思っていたけれど、彼らは違う。とにかく、大阪の政治を牛耳るためには、維新の候補を立てなきゃいけない。で、維新にやらずの政治家にならずってスタンスだったんです。政策協定も何もあったもんじゃない。ね。で、噂を聞けば、維新の候補になるにはお金がかかるんだとか、なんだかんだって話も聞こえてきましたよ。ああ、またこうやって政治が汚れていくと。いうふうに、僕はがっかりして、以来、いつか、この維新の政治に脳を突きつけてやるということを、腹に決めたわけですね。そして、僕は、吹田の議員で、どこの政党の公認ももらえなかったけれど、2012年の解散総選挙に向けてですね、吹田で一生懸命活動してました。無所得で。その当時の僕のポスター、今でもネットに上がってますから、調べてください。神谷総平、ポスターで調べたら出てきます。2011年、2年の時のポスターが。なんて書いてあるか。誠の維新って書いてあります。わかりますか？誠の維新を掲げるのは我々だと。日本を変えるのは我々だと。そういう思いですよ。たった一人でしたけどね。つまり、名前だけ持っていった市側は、嘘の維新だと。いうことが言いたかったわけです。共産党の人が褒めてくれましたあんた根性あるねってでもそうじゃないですか、ね、維新って名前は大きいですよ、ね、大きな意味のある言葉ですよ。だからその名前を使う以上は本当に一新しないといけないんです。新しくしないといけないんですよ。それができずに結局利権の付け替えをしたりね、してるだけだったら意味がないじゃないですか。だから僕は選挙に出て、衆議院の選挙に出て負けるんだけど、でもこういうことを訴えて最後政治を終えようと思いました。もうね、維新一色になっていた大阪の政治がちょっと嫌になってたからです。そんな時に大阪と声をかけられて、僕は自民党に入って東大阪で選挙をやらせてもらいました。で、大阪13選挙区ですね。その時は、市民と候補者の方が急に辞めて、選挙2週間前に急に辞めて、自分の息子さんを維新から立候補させたからです。で、自民党は候補者を立てれなかったから、たまたま準備してた僕に白羽の矢が刺さったわけですよ。そして、僕は東大阪で行って戦ったけど、勝てない。なぜ勝てないか。総合関係が応援してくれないからです。ね、今もそうでしょ。大阪の政治、衆議院の小選挙区、創価学会がどっちについたかで変わるんじゃないんですか。一つ40万人の選挙区、半分も選挙に行かないから、だいたい18万とか20万票取り合うんですよ。10万取ったら勝ち。で、その40万人の選挙区に3万人ぐらい創価学会の票があるから、そうなるとそれがどっちにつくかで、プラスマイナス6万変わっちゃうんです。ね、そういう構図がもうはっきり分かったわけですよ。となると、どんなに大阪で活動を積み上げてやったところで、維新の会との大きな選挙で戦おうと思えば、必ず公明党や創価学会と組まないといけないと、バーターをしてね。それが分かった段階で、もう本当にやる気がなくなっちゃう。政策じゃないんですよね。
思いじゃないんですよ。そうなったらもうどんだけ頭下げるか、どんだけお金持っていくかって話になるわけです。そんなんで議員が決まるような、そんなルールにされてるんだったら、もうこれ以上僕が頑張ることはないと思って、最後吹田の振り返り講演会があったから、講演会に出して聞いたりするために大阪で吹田でですよ、吹田議員の選挙に出てしてやめたんです。もう二度と吹田を引っ張って吹田でやめようと思いました。悔しかったけど、情けなかったけど、応援してくれた人たちに本当に申し訳なかったけど、でもできないんだから、思いで訴えられないんだから。そしてね、本物じゃない、本当の人だよと思っている人たちが、どんどん勢力が大きくなっていく。それを見て多くの人はちゃんと情報を取っていない、何か雰囲気やマスコミの報道だけに流されて投票行動している、何をやってるんだ大阪府民と憤りも感じてましたよ。そういった自分への落胆、大阪府民へのちょっとした怒り、ね、そして政治全体の不信感、そういったもので打ち引かれたのが2015年です。でそれ以来、もう僕は政治には関わりたくない、出ろって言われても嫌だし、ね、応援にすら行きたくない、もうマイクを持つのは嫌だというぐらいの、そんな気持ちになってた時期がありますけれども、これもよく言うんだけど、2018年ぐらい、ね、自分の妻に子供ができて、子供たちに何残すかって考えた時に、お金とか、ね、財産は確かに頑張れば残せる、そうね、これは僕も皆さんも絶対そう、お金とか財産では幸せになれない、僕たちが幸せに暮らしていくためには、この日本という国が豊かで平和じゃなかったらダメなんです。私たちが一番世代に残せるのは平和で豊かで、そしてちゃんと倫理や道理が通る、ね、正しいことをやってる人が評価される、そういう社会を残しておかないと、子供たちは金や権力や嘘の情報に押しつぶされていくんですよ。そう思うと、自分が一回やらないって決めた気持ちがもう一回ぶれるんですよね。最初はやってよって言われても嫌だって言ってました。二回目言われてもいや無理だと、そんな俺にばっかりやれって言うんだったらお前がやれるっていうふうに言い返したことがあります。けど3回目ぐらいになったとして、もうこれは人が言ってるんじゃなくて神様が僕に言ってるんじゃないかなというふうに、ね、一回そういうふうになんか自分の中にもしこりができると、僕ずっと考えちゃうから、でもそれだったらどうせやったってまた誰も相手にされない、どこのメディアも取り上げてくれない、今日も会えない、ね、また悲しい思いをするんだろうけれども、でももう一回だけやってみようか、もう一回だけやってみようかというふうに思って始めたのが参政党です。最初からうまくいくなんて思ってません。で立ち上げて最初集まってるのが3000人ぐらい、ね、ネットで1万人ぐらいの登録者がいるけれども、10万人集まるわけじゃないんですよね。一緒にやってた立役なんか60万70万あるけれど、そういったところで訴えてもらっても3000人なんですよ、ね、で3000人集まったってもネットで集まるから、みんな考えもバラバラ、ね、思ってることもバラバラ、そこからチーム作りましょうって言っても全然チームもできないし、ましてや候補者になれる人なんか全然いないわけなんです。で、お金もない、候補者もいない、で、それが2021年ですよ。2021年の秋ぐらいに30人ぐらいで役員で集まってね、どうする来年の選挙って話をしました。ただもう30人いたらほぼ全員が無理だからやめようと言ったのが、今からまだ1年半前ですよ。ね、こんなんで勝てないと。だって党員ちょっと増えてましたけど8000人集まってるお金も1億足らず、ね、参議院の選挙では最低3億くらいはいると、党員数も3万人くらいないと話にならない。だからもう全部においてここ計画の3分の1しかないわけですね。無理かなと思ったけど、その時にこれもね神様のご縁かなと思うけれども、ね、そういった時期に僕に夜中に電話してきたのがこの吉野俊明さんですよ。だから横浜でやりたいとか言うからですね、で何をしたいんですか、立てないですよと言ったら、いや今のこのことはおかしいと、もうこれ以上私はね、あの医療者として黙ってられないんだと、負けるのは分かってるけど訴えないんだと、みんなで気づいてほしいんだと、
いうことで、なんかもう12時に電話して寝てたわけですよ。僕半分寝てたからですね、何言ってんだこの人はというふうに思ったけれど、でもよく考えたらそうだ、参院してる方が足りないということを思い出して言い返したわけですね。吉野さん、思い訴えたいんだったらね、参議院で全国の人に訴えませんかと、ね、来年やるつもりですよというふうなことを言ったら、分かったと、小林さんそれで考える言ってくれたのが、まあ僕の背中を強く押した一つの大きな大きな力でしたね。でも本当なんですよ、吉野さんとはね、意見が対立することもあります、もちろん僕は結構厳しいこと言わせてもらうこともあるけれども、けど本当にこの方がいなかったら去年の夏の選挙に我々が挑戦するっていうこともできなかったかもしれないんですよ。で、始まってもですよ、出馬表明2021年の12月20日にしました。けどそれでね、いきなり人が集まるわけじゃない。一緒に去年の1月なんか街頭演説をねしてたって、埼玉でやったって 2,30 人ですよね、集まった。まあそれはそうですよ、街頭演説とかで誰も来たくないから 2,30 人でも一生懸命訴えてた。でお金もない、どうしましょうかね、政治資金パーティーをやらないといけないって言って、で、いやでも何人集まるか分かんない、1000人か2000人ぐらいかな言いながらも、空いてる会場がねパシフィコ横浜しか空いてなかったから、じゃあもうパシフィコ横浜取っちゃいますということで、もう清水の舞台から飛び降るつもりで取ったわけですよ、3000人の箱をね。で、3000人も絶対埋まらないと思ってたわけです。で、1000人か2000人か半分は埋めないなと思ってたら、この方がですね、何を余計なこと言ってるんだか見やと、ね、埋めると決めなきゃダメだと、そして3000人じゃないだろうと、あそこはフルオープンにしたら5000人入るんだと、5000人集めるって言えと、言わなきゃ絶対物事は前に進まないんだというふうに、こう、パスを入れてくれたわけですよ。それで、僕もね、僕らやっぱり政治をやってたから、分かってるんだろうって現実が、そんな政治家の資金パーティー、2万円のチケットが5000枚も売れるわけないでしょうと思ってるんだけど、でも、僕もね、マネージの成分もありますから、ね、そんなね、ちゃんと言うなとか言われたんですね、分かりましたよって言って、売り言葉で買い言葉で、5000人の会見しちゃったわけですね。そしたら、なんとそこで奇跡が起きて、5000人の会場が満席になったわけです。そしたらパーティーだけでね、1億円以上の献金や寄付をいただいて、それで、ね、これだったら候補者が出せるということで、僕はもう急いで全国回ってですね、47都道府県の全ての選挙区、46全ての選挙区に候補者を立てれたんですよ。だから、もう2人の縁はですね、まず偶然じゃないんですよ。なんか見えざる力なんですよ。そうやって、ここまで来たから。だから、ね、できるとかできないじゃなくて、今回の府知事選挙、もう一回言うけど、厳しいのは分かってますよ。周りだって、なんかパフォーマンスですかって言った人もいますよ。そう思われたって仕方がない。でも、私たちは、できないことを可能にしたい。そう思ってこの選挙を戦います。こういうの見せましょうよ、皆さん、みんなで。力合わせて。できる、できないじゃないと。今やらなきゃいつやるんだっていう気持ちをみんなで持つんですよ。それは今回の選挙だけじゃなくって、日本全体が今大変な状況なんだから、ね、どうせダメだろって思うじゃないですか。人口もどんどん減ってる、大事件もない。ね、でもこのまま諦めたらどうなるんですか。もっと人口減りますよ。ね、また鳥インフルエンザなんか来たらパンになりますよ。で、また経済止めるんですか。ね、そうやってどん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 人口減って経済がダメになって、ね、日本人だけで国が回せなくなるわけですよ。したらもう大量の移民を受けなきゃいけないと、国民が諦めると、今はまだ外国人労働者を大量に入れたくないって言うじゃないですか。そういう人多いから、ね、まだ顔見てるわけですよ。顔色伺ってるわけですよ。でももうあと10年経って本当にヘロヘロになったらですね、いやもう確かに外国人だよねとどうなんねえわと、待って若者いないし、財政回らないし、ね、そういう条件なの待ってるんじゃないんですか。他でも食料とかもそうですよ。まだ米も大豆も作れるのに、ね、それを頑張ろうとしないで、コオロギだら、ね、コオロギやら、ハエの幼虫、ウジ虫ですよ。そんなものね、食べよう食べようって、そういうキャンペーン張ってるじゃないですか。で、これだってね、本当に食料が足りなくなったら食べたら偉いんですよ、皆さん。それしかなかったら。そんな状況に追い込まれるまで、ダメだダメだって、ずっと出して死を待つようなことするんですか、みんな。
僕はね、それが嫌なんです。自分も嫌だし、そうやって自分たちが何もで、ね、この土を全部自分の子供とかに回すのが嫌なんですよ。そういう気持ちを皆さん持ってるでしょ。だから一言じゃなくって、自分たちを生活で考えてくださいよ、我が事として。政治と自分の生活を切り離さないで。皆さんの生活のことだから、政治は。みんなでやるんですよ。みんなのことなんだから。なんでみんな選挙も行かないの。ねえ。応援する人がいないんだったら自分たちで作ればいいじゃない。吉野さんが言ったみたいに自分が立てばいいじゃない。僕らが何にもないですよ。別に大した学歴でもないし、お金があったわけでもないし。ねえ。だって、ねえ。で、大きな子に上がって、打たれて、ねえ。でも、ね、このままじゃいけないって。子供や孫にこんなもの残しちゃいけないって。その思い一つで、反省を作ったんですよ。これは別に僕の力がどうこうとか、そういうことじゃなくて、皆さんと僕の違いは、やろうと思ったことです。このままじゃいけないって強く思ったことです。そして行動したことなんですよ。だから、そういう人が増えればいいだけなんです。ね。特殊能力じゃない。僕は皆さんできない人前で喋るのがちょっと上手なぐらいでしょ。ね、よく喋るぐらいですよ。僕の長所なんて。ね、成人苦しでもないし、大して頭がいいわけでもないし。だから皆さんも自分の一人一人をね、可能性を諦めないでください。もっといろんなことができるんです、日本人は。日本人の1億2000万人が、もっと日本をやれるんだというふうに思わない限り、絶対変わらないから。カオ戦争はそのきっかけを作りたいんですよ。みんなにこのドロドロした利権まみれの宗教や金がいろいろ入ってきてもらって、確かに嫌なものいっぱいありますよ。嫌なものが作り出せますけど、ね、でもあれが現実なんですよ。ね、汚い現実をまず一回見てください。関係ないじゃなくて、ね、政治っていうのはみんなで作り上げてるもんだから。結局政治が繋がらないと、政治が悪いっていうのは、それだけ国がもう荒廃してるっていうことなんですよ。そこにちゃんと目を向けてください。自分たちは関係ないじゃなくて、そういった政治の現場を作ってるのは皆さん一人一人なんだって。僕たちの生き様や心が全部政治に反映されてるんだっていうぐらいに思ってください。我のことにしてください、政治を。そして見たくないそういうドロドロしたものと向き合うんです、まず。その上で、でもやっぱりおかしいよなって。このままじゃいけないよなって。そういうふうに自分を奮い立たせるんです。そして何ができるんだろうか。俺や私には何ができるんだろうか。ね。そういうことを考える。そしてこのままじゃ、なんか、どういうものが残るんだろうかって考えたら、本当に恐ろしくなるから。そういったことをみんなで考えて、やってくる。そしたら、ね、そういう人が一人ずつ増えてきたら、つって、社会が変わりますから。そしてそういう人が集まり始めたら、今まで人の組織や利権や宗教に乗っかっていた人たちがもう安穏としてられなくなる。いや、それだけじゃなくて彼らの中にもあるんですよ、このままじゃいけないって気持ちが。ただ組織の中にいるから言えないの。でも組織の外側にたくさんの有志が集まって、ね、ニコニコしながら、時に悲しみながら、ね、汗かいたり努力したりやってる姿を見たら、あ、俺もあっちになりたい、ああいう風にやりたい、あっちが本当あるべき姿なんだって気づくんですよ、日本人は。まず、我々に、ね、力を集めてください、参政党の皆さんで。そして、一緒に行動しましょう。そして、その姿を見せていくんです。周りの人たちに、周りの日本人に。私たちは、最終的に目指すところは、日本人を一つにしたいわけですよ。ね、右だ、左だとか、ね、ナショナリズムだ、グローバリズムだじゃなくて、日本人が本来持っている精神性があるんですよ、和の精神が。ね、神様や先祖に感謝する気持ちがあるわけですよ。でそれを、自分だけ言っちゃダメなんだって、ちゃんとのためにもやらなきゃいけないんだって気持ち絶対持ってるんです、日本人は。ね、その気持ちに、ね、火をつければですね、必ずまた日本に日が昇る。日の丸ってそういうことじゃないですか。ね、もう一回、日本の日の丸をちゃんとあげましょう、みんなの子がに。それを、私たちはやりたい。そのために、参政党を、
運営しています。ね、いろんな今日政策も話そうかと思っていたけれども、それはもう記者会見でも話してますので見てください。我々は教育、食と健康、そしてやっぱり経済ですね、大阪の。この3つ取り戻したい。わかりやすい例を挙げれば、参政党の吉野俊明が当選すれば、大阪のカジノ IR は廃止にします。今、大阪府で大阪市が業者と仮契約を結んでいる状況だから、その仮契約からも保護にすればいいんですよ。まだ国の許可が出てないから、本契約になっていない。だから、まだ間に合うんです、皆さん。それから、はい、これもう一回検証して、また同じようなことが起こらないように、しっかりと次に向けての対策を作っていきましょう。対策の見直し、ね、それもしっかりとやる。ね、それからあと、健康で言えばですね、やっぱり食ですよ。大阪の食もだいぶおかしくなっているから、ね、別に小麦を一切食べることはありませんよ。さっきも NHK の映像聞かれたけど、別に小麦を全部あってしようって言ってんじゃないよ、翔さんは。ただ、食べる比率の問題とか、あと小麦もいろんな質があるからですね、そういったものをちゃんと意識してねって。だから、意識してもらうために極端なこと言ってるわけですよ。その言葉尻を捉えて、ああだこうだって言うんじゃなくて、なんで小麦の話をしてるのか、その背景にある思いとか、事実をちゃんと見てくださいよ。僕だってお米の人も私も好きだから、大阪人は食べるに決まってるじゃないですか。食べるなんて言うないでしょ。ね、食を見直して、特に子供たちの学校給食とか、ね、高校無償化とか言ってますけど、維新の会は。高校全部無償化するのにお金があるんだったら、子供たちの学校給食全部オーガニックにしましょうよ。ね、子供たちにも手柄になりましょうよ。そして私たちは絶対犯罪ですよ。昆虫食を学校給食に入れるのは。食べたい食べたくないですよね。こういうのは絶対反対。ね、そうやって子供たちの食からちゃんと健康を守っていく。ね、あと不登校の子も増えているから、ね、その公立高校とか、して私学とかだけに助成するんじゃなくて、それだったら同じようにフリースクールにもちゃんと助成したらいいんじゃないですか。そうだね、多様な学校を認めたらいいんじゃないですか。そうやって大阪にはいろんなフリースクールがあって、面白い子がたくさんですね、ね、大阪から集まっていくような、そういう教育環境を作るべきですよ。何でもかんでも無償化にするより、教育の、ね、選択肢を増やした方がいい。それを賛成とはやります。そういったことを、ね、我々公約に掲げて、もうあと1ヶ月で選挙始まります。今日2月の24日、3月の23日だから、準備期間は1ヶ月しかないですけど、ぜひ、この1ヶ月、もうね、選挙は準備が大切だから、この1ヶ月の間、皆さんの力を貸してください。いろいろやることある。また大阪府が全域にポスター貼らないといけない。ね、それも手分けしてもらわないと貼れないんです。だから、もしね、こういう今回の吉野俊明の挑戦、参政党の挑戦に心意気を感じていただいた方はですね、参政党員になってください。そして一緒にポスター貼ってください。党員になってもらえると連絡ができないから。で、もし不甲斐ない戦いして、がっかりしたらその時やめたらいい。とにかく、選挙を一緒にやってもらうためには、党員が必要なんです、大阪でもっと。皆さん、大阪で党員になってください。で、私は公務員でどうしてもちょっと政治関係の、ね、活動できないんだよという人は、さっき吉野さんも言ってたけど、政治資金パーティーのパーティーのパーケン買ってください。だってお金ないんだもん。ねえ、だから、選挙やるにはどうしてもお金がかかる。ねえ、それ何億もかけるほど僕ら。で、やはり少しでもたくさんの方に知ってもらおうと思ったら、ビラも配布しないといけないし。しないといけない、持ち込みチャージも入れないと、賛成止まって待ったことを知らないんだから、ね、そういったことをやっていくためにはどうしてもお金がかかる。でもね、活動するのも難しい、ね、お金ちょっと今、ね、財布は厳しいという方はいつも言うんですけど、今日ここで聞いた話を皆さんの周りの人たちに教えてあげてください。ね、ありがとう、ありがとうございます。ぜひ、そういうのをどんどん口コミで広めてください。皆さんの信頼を賛成党に乗せてください。ね、そしたら多くの人たちが賛成という党があるんだと。ね、我々は選択肢を土壌に上げてもらいたい。ね、維新だけじゃない。市民や立民だけじゃない。共産党だけじゃない。もう一つの選択肢。賛成党という代々の選択肢があるんだと。ということを、多くの皆さんに伝えてもらいたいです。1ヶ月半の、本当に短い間の活動になりますけれども、吉野俊明を中心に、賛成党一丸となって、
この大阪知事選挙、ね、頑張っていきますので、これは、さっき、吉野さんも言ったように、大阪だけの戦いじゃないんです、僕らにとって。日本の今回の地方選の象徴となる、僕らにとってね、象徴となる選挙なんです。だから、ここで、本当に大阪府民の思いが、ね、たくさん我々に乗って、で、たくさん活動が広がれば、そのレースは全国に広がります。全国津々浦々の一緒に頑張っている仲間にも、ね、大阪府民の熱を分けてあげてください。熱伝導させてあげてください。ね、やっぱり大阪は勢いがあるなと。大阪は中央政府にね、こうなってるだけじゃなくて、ね、小さいこんな参政党みたいなところにも、ちゃんとみんなが協力をしてですね、で、勝ち負けじゃなくて、自分たちの声をしっかりと主張するのが大阪人だと。いう姿をみんなで見せていきましょう。ぜひ皆さんそれに乗っていただいて、大阪から日本を変えましょう。ありがとうございました。皆さん最後までどうもありがとうございます。ぜひですね、参政と日本を変える乗り物ですよ。この新しい乗り物に乗ることに議論をしてる人なんかない。まず乗る乗って一本を直すんですよ。そしてこの新選は戦いの天皇山です。ここできちんと結果を出して日本が良くなる、大阪から日本を取り戻す、この流れを絶対に作るんですよ。では最後に今日の例の地に賛成をしたいと思います。よろしいですか。みんな今日も天が夜ですけど見ています。必ず賛成党が街頭演説すると雨が止んだり日が差したりしてくるんです。今日も皆さんしっかり読みました。我々とも熱中して思います。いいですか。山田魂、天と心を一つにして一緒に市民賛成としましょう。よろしいですね。いきますよ。せーの、一、二、三、成功。一緒に頑張りましょう。絶対一緒に頑張りましょう。